楽器というものは音楽を奏でるための道具で、音楽を作るためにも使う。演奏家や作曲家の周りにはいつも当たり前のように楽器がある。サックスという楽器は比較的新しい楽器で、いつ、どこで、誰によって発明されたのかが分かっている。アドルフの発明した楽器の数々は進化のプロセスで冗談のような姿を経過していた。画期的な発想ではあったのだろうが、生産性や操作性から淘汰されたのだろう。一度はデビューしながらその姿を消していった楽器の数多いことに驚く。東京中庭駅を始めた頃、僕は物知り顔のメンバーから、アドルフ・サックスが最初に作ったのはバリトンだと聞かされていた。そのいわゆる初号機がこの博物館にはあるんじゃないか。あるならばぜひ見てみたい。自分が毎日使っているバリトンサックスだって、絵に描いてみろと言われたら困るほど複雑な構造をしているのだが、手がかりの多すぎるこの博物館の展示を見るだけでは、アドルフが何を考えてサクソフォンの完成に至ったか、つぶさに知ることはできない。あ、そうか、Eフラットか。Eフラットって書いてあるから、今のバリトンと同じだよね。でも、多分僕らが使ってるやつよりもちょっとベルが短い。でも、宇田川トラズさんが使ってるやつと似てるね。そんなに形は進化してないかもね。もう非常に美しい形、欲しいね。博物館を後にした僕らは、アドルフの生家のあるディナンという町に向かった。ブリュッセルから鉄道で約1時間半、拍子抜けするほど質素な駅、近代的な建物もほとんどない小さな町だった。
聖火は観光客向けの小さな資料館になっていて、彼の生い立ちを知る手がかりはほぼ何もない。それもそのはずで、アドルフがここに住んだのは生後わずかな日々だったという。その後、サックス一家をブリュッセルを経てフランスに移住したそうだ。とは言っても、この町のあちこちにはサックスのモニュメントが散りばめられているし、国際的なサックスコンクールが開催されていたりもして、サックスという楽器の聖地の一つであることには違いない。初号機はバリトンであってほしかったが、もはやそれがバスであっても一向構わない気持ちに僕たちはなった。